別人誌ですね。この飛行機は日本で作られましたが、その昔レイプシフィアランという航空会社で使われていました。また例の航空会社は倒産していました。そしてアトランティスは2つの飛行機を買いました。人工の参考資料としてここで沈められました。これもわざわざのこれです。戦争に関係は全然ありません。2つ目の飛行機ですね、左の方にいます、こっちですね、どうぞご覧ください。これも三菱 YSG ですね。15年前に綺麗な飛行機の形をしていましたが、ハリケーンリキという大きいタイプが来て、この飛行機もバラバラになってしまいました。今見るですね、あの飛行機の残骸だけです。今の深さは